皆さんこんにちは。河合塾数学講師の西浦です。皆さんいきなりですけども、数学は好きですか、嫌いですか、得意ですか、苦手ですか、ということで皆さんが目指す超難関大学の数学というのは、高い思考力や、実行力を必要とします。今日はですね、皆さんと一緒にですね、一つ問題を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですね、問題をちょっと紹介したいと思います。これはですね、2002年の第1回京大オープンで、文系ですけども、出題された問題なんですけども、 N は正の整数とします。で、 N の5乗引く N は5の倍数であることを示せという問題と、FN を次の式で定めますということで、 FN は1の5乗足す2の5乗足す3の5乗足す点点点 N の5乗という形で定義されています。で、 FN が5で割り切れる N の条件を求めなさいという問題なんですね。早速ですけども、皆さんには1番はね、もうすでに証明できているものとして、括弧2番をね、考えてもらいたいなというふうに思います。どうでしょうか。はい、そしたらですね、皆さんもね、映像を止めてね、考えてもらったと思いますので、少しね、紹介したいなというふうに思います。まず最初にですね、この1番の5の倍数であることを示して、これどういうふうに出すのかですね。そうですね、これは、何に役立つ、ですね。これがまず第一ポイントですね。で、次にですね、このまま皆さん、1の5乗足す、2の5乗足す、3の5乗足す、点点点点 N の5乗を、パッと、なんか公式とか知ってますか？大体の知らないですよね。てか、知る必要もないと思うんですけども、丸2は、このままではどうにもできないから、これを、もっと、シンプルなものに、言い換えたいと。この2つのことがね、この問題文からすでに読み取れるんですね。ということで、この2つのことを読み取って、どういうふうに役立てようか。で、またこれをシンプルなものにしたい。この2つのことを考えると、ある作業をしたくなると。そういったことになるわけですね。この後ですね、しっかり解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、解説していきたいというふうに思います。できましたか皆さん。はい、そしたら、やりますね。まずですね、 FN の式ね、こうなっておりますね。で、1番で示したことちょっと踏まえると、 N の5乗引く N が5の倍数ね。N は正の整数なんでもいいですから、1の5乗引く1とか2の5乗引く2とかいろいろ想像していただいたりと、なんかこれとなんかすごく似てますよね。やっぱりこの低いの部分がないから違うっちゃ違うんですよね。じゃあそれを適用しようと思うと、こういう適用し方どうですか、わかりませんか。どうでしょう。全部5の倍数になって、なんかもう本当にこの計算する必要はなくなりましたよね。ただ一つ問題があるのは、勝手に引く1引く2引く3、引く N って形で書いてますので、実際とはちょっと異なりますよね。じゃあどんだけ異なるかというと、もちろんこの部分だけ違いますので、これは後ろから足しておけば、ついつまがあるという形になります。数学で結構やるテクニックですよね。で、今言っていたように、ここのところが、はい、一括で5の倍数ですね。ね、ここがポイントの3ですね。ということで、
最終的には FN が5で割り切れようというふうに思ったら、それにここはもう5の倍数になって5で割り切れてますから、ここが5で割り切ればいいという、割り切れればいいということで 1+2+3+ どうですか、これで5で割り切れる条件。そうですね、これは本当に足すことができますね。こういう形になりますね。ということで、これが5で割り切れる条件を考えてくださいね。割り切れる条件を考える。そうしますと、皆さん、2分の手ついてるから割り切れるの前に整数だって気になるかもしれませんが、もちろんこれ計算しておいてこれですから、これ整数です。具体的に n が偶数だったらここで偶数と奇数で割り切れて整数ですし、これが奇数だったら奇数足す1で偶数ですから割り切れてます。でそういった意味では2で割り切れるかどうかは気にしなくても大丈夫です。あとここで5で割り切れるという話ですけども、2と5っていうのは互い数ですから、まあ、この2で、ね、割り切った後の部分で 5で割り切れるか割り切れないかっていうところの影響はね、ここ2は関係ありませんので、要はですね、n が5で割り切れる、または n たす1が5で割り切れるっていうことを考えていればいいと、そういうふうになりますね。でこういったふうに考えていると、あ、意外と簡単に解けるなっていうふうに思ってしまうんですけども、これは解説を聞いているからそう思うんであって、自分がパッと見た時にね、この問題文から1番をどういうふうに使うんだろう、で2番は、1番をどういうふうに使うんだろう、で2番をこういうふうに変形してみようっていうふうに自分でね、こう思うこと自体がこう難しい訓練がいるっていうところになります。そして皆さんはさらに上を目指して考えるんであれば、カッコ1がなかった時にこのカッコ2単独で解けるかどうか、こういうことをね、非常にイメージしていただきたいなというふうに思います。この n の5乗引く n が、5の倍数であるということはちょっと実は有名なんですけども、どういった意味で有名なのか、ね、そういったバックグラウンドも含めて、まあ、しっかり授業に盛り込んでですね、皆さんにお伝えするような、授業を展開しております。河合塾ではですね、こういった、まあ、高度な数学の問題に対しても根拠を持ってね、またいろんな背景を持って、まあ、説明していって、皆さんをサポートしています。ぜひともですね、皆さんと、こういった高度な数学を学んでいきたいなというふうに思いますので、皆さんの入塾をですね待っておりますので、どうぞよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。